を見てろ。見ればわかります。葬儀用のバラです。まさか手品でも見せてくれるおつもりで？見てろ。ええ、見てますよ。鳩でも飛び出すんですか？それともクラッカーと万国旗にでも？切り離されたんだ。この礼拝堂は今濃縮された時間の渦に閉じ込められている。それはどういうことですか？めんどくせえからはしょる。つまりさっきの魔女のゲームに付き合わない限り誰もここから出られねえ。なんですって？もう葬儀は終わっています。お屋敷やゲストハウスに戻りたい方々もいらっしゃるでしょう。こんなことは困ります。恨むならあの魔女を恨め。俺も帰れなくていい迷惑だ。あの少女はあなたの友人でしょ。この変なのをやめさせてください。あいつは今頃ポップコーンのバケツでも抱いて観客席だろうよ。呼んだって現れねえ。わけがわからない。解放される方法はただ一つ。ベルンカステルのゲームに付き合うことだけだ。ベアトリーチェを殺したのは誰かでしたか？そいつを調べろと仰せだ。お前がそれを聞かせてくれりゃ話は早い。気まぐれ魔女は大満足。お前は厄介払いができて、俺は帰ってダイアナとデートだ。あまり待たせすぎるとまたソファーをズタボロにしちまわ。ベアトリーチを殺したのは誰かなんて葬儀に押しかけて遺族に聞くこととは思いませんね。遺族に聞き込みはミステリーの基本だ。諦めろ。ベアトリーチェってのは当主金蔵の愛人だってのは分かった。あなたは本当に不思議な人だ。どうしてそこまで当家のことをご存知なのですか？やはり当家に縁のある方なのでは？しかし、ベアトリーチェはだいぶ昔に死んでいる。現時の証言では、屋敷の竣工前に死んでるってことになってるが、死んだ理由は明らかじゃねえ。正直なところ、殺されたってのは初耳だ。聞かせてくれ。私の名は、後宮リオンと申します。ウィラートだ。ウィルでいい。
ウィルさん。ウィルでいい。俺もリオンと呼ぶ。ウィル、正直なところ、私にもベアトリーチェという人物のことがよくわからないのです。なるほど、一応ゲームにはなるわけか。ベアトリーチェの名と姿を牛戸宮家に出入りするもので知らぬものはないでしょう。大広間にでかい肖像画が飾ってあるからな。肖像画の掲示は1984年の4月だ。本当にあなたはどうしてそんなことまで。やれやれ、それを疑問に思うのももうやめることにします。どうせあなたにまた煙に巻かれるんですからね。誰もがベアトリーチェを知っている。なのに誰も知らねえ。会ったことがあるのは当主金蔵だけだ。当主様は今日は特にお心が不安定でいらっしゃいます。タイミングを見て私が紹介しますので、なるべく慎んだ態度でお願いしますよ、ビルさん。話が早いな。てっきりもっと非協力的かと思ってたぜ。長年当主様のお相手をしていると、大抵の理不尽な事態とはある種の諦めを持って接することができるようになりますので。